レトラちゃんを見た。これは私たち同僚仲良し3人組のうちの1人、ツツジの恋のお話。最近気になる人ができたというツツジを応援するため、私カリンともう1人の同僚ゆずりはでツツジの恋路応援隊を結成。果たしてツツジの恋は実るのか。ツツジが気になるというその人は私たちの行きつけのバーにいた。今日もあの人一人だ。あら、ほんとね。やっぱりタイプ。イケメンくんよね。優しそうだし、ツツジと合いそうじゃない。で、ツツジちゃん大丈夫？ごめん、ちょっと緊張で飲みすぎたみたい。お手洗い行ってくる。わかった。あ、野生の男が立ち上がった。ん？まさか。同時お手洗いタイム来た。お一人ですか？え、まあ、一人で来てます。一人？あ、ハンカチ落ちましたよ。あ、ありがとうございます。すみません。いえ。聞いて！うわ、びっくりした。私、あの人と付き合えるかもしれない。え？詳しく。さっきね。それからもバーに通い続けるが。あ、ごめんなさい。私もお酒得意にならなきゃ。思い切ってカウンター席。今日は昨日より長くいよ。ツツジに彼が振り向いてくれることはなく、数週間が過ぎた頃。お疲れ様。今夜は何時間くらい飲む？っていうか、そろそろ彼に声かけてみたら？あー、私は今日から当分行かないことにしたんだ。なんで？作戦。しょっちゅう来てた人が突然来なくなったら逆に気になる作戦。ん？何それ。最初のうちはいつもいるって安心してた時、目的の人だけいなくなっちゃったらもう会えないのかな、運命の相手が転職しちゃったのかなって不安になるかなって。それで日を明けていけば、その後の急接近も夢じゃないかなって。はぁ、それはないわ。うん、脳内シミュレーション完璧。これは絶対に付き合う。やがて宣言通り、ツツジはバーにめっきり行かなくなり、ツツジの恋路応援隊の私たち2人も仕事が忙しくなり、気づけばみんなバーから自然と足が遠のいていた。そんなある日。カリー、あれから最近のあの人はどうだった？あ、ごめん、最近行けてなかったんだよね。そっか、反応が知りたかったな。じゃあ今夜カリンと確認してくるよ。いいね。恋路応援隊の私たちに任せなさい。はい、よろしくお願いします。いたいた、今日も一人だね。私たちもカウンター席にしよう。うん、何飲もうかな。あの、何でしょう。いきなり声をかけてしまいすみません。最近来ていらしてなかったので、つい。しょっちゅう来てた人が突然来なくなったら逆に気になる作戦。ツツジの作戦が成功してた。そうですか。実はあなたのことが以前から気になっていて。え、私？このところ顔を見なくなってから好きだったんだって気がつきました。もう会えないんじゃないかと。あ、いきなりいろいろとすみません。お隣いいですか？どうぞ。とりあえず飲むか。僕はヒイラギというものです。差し支えなければお名前を教えていただけますか？あ、ゆずりはです。ゆずりはさん、かわいいお名前ですね。いや、お名前だけじゃなくて。気まずい。カクテルお好きですか？ぜひおごらせてください。え、あ、おごらせてください。気まずい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 。完全にムードができとるし、入る余地なし。ツツジに何と話したらよいものか。とりあえずカクテルを飲むことだけに全神経を集中させるのだ。え、何事？お手洗い。うん、わかった。そうしてお手洗いから帰ってきた私だったが、書き置きを読んで私もキロへ着くことに。翌日。もしもし、昨日は先に帰っちゃってごめんね。
ところで会社に来てないみたいだけどどうかした？ごめん、昨日帰ってから辻じになんて話したらいいか一晩考えたんだけど思いつかなくって、今日は有給使って休むことにしました。そうなんだ。一応寝ますけど、彼のことは言わないでね。辻じちゃんには昨日は来てなかったってことにしておいてるから。わかった。めんどくさ。さらに翌日。おはよう。ねえちょっと、もしかしてカリンとあの人で何かあったの？私じゃないよ。私じゃないって？まさかゆずりはが？泥棒！盗んだつもりはないけど、そもそもあんたのものじゃなかったし。クビーン！どっちもこいつも怖すぎる。それからしばらくの間、ツツジとユズリハは険悪な仲が続いていたが、後にある事実が判明したことで仲直りすることになった。あれから十数年が経ち、私たちそれぞれそれなりに穏やかな結婚生活を送っている。いやー、しかしあの頃は本当若かったよね。ただしユズリハの夫はその時の彼ではない。お互い見る目がなかったね。あの時の彼は妻子持ちだったのだ。いやー、それにしてもあんな苦情するなんて、ほんとユズリハ王に。普通よ。二股するとどうなるか教えてあげただけ。お股にしっかりとね。ご視聴いただきありがとうございました。妻子持ちで毎晩バーに行っていたということですか？ということはナンパする気満々だったんですね。バーに男の人が一人でいて声までかけたら勘違いしちゃいますよ。そんな最低男にどんな復讐をしたのかがめちゃくちゃ気になりますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。